ハロウィンの魔女を作ってみましょう。顔はウインナーを輪切りにしたものです。体は糊で作ります。こんな風に小さく切ったものから三角や丸を切り出して体にしていきます。まずはトレードマークの三角帽子。その切り取った残りのところをまっすぐ切れば帽子のつばになります。さらに今度はもっと細長い三角を作ってマントの襟にします。残りのところを今度は体にします。大きめの三角を切りましょう。最後の辺はちょっとカクッと曲がって膝の飛び出したところを表現します。ではほうきを作ります。まっすぐ残ったところを包丁でパチンと切ります。ハサミで切るよりもまっすぐきれいに切れますよ。折れてしまうこともあるので2本くらい余裕を持って作っておきます。ほうきの先の方は一気に形を切り出さないで丸と穂先別々に作っておきます。こうするとお弁当の大きさに合わせて重なり具合を調節すれば長さが短くなったり長くなったりすることができるですね。こんな風に細かく切り込まなくても並べればほうきのようになります。では並べていきます。ほうきが後ろの方に長くなるので顔はやや左に寄せています。つばで帽子の切れ目を隠して襟、そして重ねて体を乗せます。ほうきの柄をつけます。お弁当が大きいときはもっと長くしてもいいですね。そして丸いところと穂先、そして糊用パンチで糊を切って顔を作ります。今日は私が主役よ、そんな気持ちのご機嫌な魔女なのでニコニコにしてみましょう。これでハロウィンの魔女の完成です。